国民的アイドルユニットスマップが、ついに、解散するそうで、まあ、今年の初め頃もそんな話が出たんだけど、結局解散せずに、でもなんかやっぱり結局解散してしまうそうですね。いやまあ結局関係は修復できなかったっていうことらしいんだけれどもね。もうね、僕の気持ちはね、僕の気持ちというか僕の考えは、そもそもね、もうそもそもの話なんだけど、スマップって、いる？必要？っていうのを僕はこれ皆さんに問いたい。スマップ、面白いですか？スマップ、歌聞いてて、いいですか？俺ね、スマップ全然歌うまくないと思うし、あとなんだ、スマップ、昔からまあちょこちょこ見てはいるけど、一回も、ただの一回も笑ったことない。ビストロスマップで、まあメンバーが料理してさ、で、中井がゲストとトークしてて、で、なんか、香取慎吾がちょいちょい余興を挟むじゃん。あれ、笑ったやついる？あれ、面白い？くっそ寒くない？あと、コント。これね、これは結構昔の話なんだけど、スマップのメンバー全員が赤ちゃんの格好して、おしゃぶりなんか加えたりして、で、お母さんがいない時に赤ちゃん同士で会話をするみたいな、そういう、設定のコントなんだけど、キムタクがね、ママの乳首、舌先で転がすといいぜ。みたいなこと言うのよ。あれ、ちょっと待って、ゾワ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 みたいな。え、これ、ギャグとして言ってんのみたいな。え、これ笑えると思って言ってんのって。思ってさ、キムタクのアドリブなのか、構成作家が考えたセリフなのか知らんけど、全く笑えなくない？え、イケメンが、母ちゃんの乳首、まあ、女の乳首を下先で転がすんだぜ、みたいな言って、え、それ、全く面白くないでしょ？笑えないでしょ？まあ、百歩譲って、くっそブサイクが、女分かってるぜ、みたいな感じ語ったら、まあ、いけるけど、それ、キムタクが語っても、何のギャグでも、何でもないんですけど、っていう。サンムっていうね。いや、俺ね、キムタクだけじゃなくて、スマップってさ、いるか？歌も別に上手かないでしょ。で、結局ね、まあ、スマップで言えば、料理は、構成作家だか料理人だか知らないけど、誰かが考えたね、レシピをね、そのまま作るだけで、歌なんかも、誰かが作ってくれた歌を歌うだけで、で、コントなんかも、まあ、誰かが考えたやつをこう、ただ演じるだけ、まあ、ドラマに関してはそういう、俳優って職、そういう職業だから、まあ、いいと思うんだけども、でもドラマに関してもみんな基本演技が下手くそだから、やっぱそのドラマの中でやっぱスマップって浮くしね。だからなんか、あれはただパッケージされて、この人たちはすごいんですよ！この人たちは日本一のアイドルなんです！この人たちはすごいんですってパッケージされて、日本一のアイドルだからっていう理由でみんな買ってるけども、蓋を開けてみれば、ね、芸人みたいにリアクションも取れないし、面白いことアドリブで言えないし、ね、なんか、価値があるのみたいな。ね。ハゲちゃってるやつはいる？露出狂はいる？婦人警官車で引くやつはいる？って。何の価値があんのスマップに。そもそもね。そもそも。っていう感じで、僕はもうスマップが解散って聞いて、もう、いいんじゃないですかっていう。もともと、この芸能界に、テレビに、スマップって必要だったかといえば、別に、なくてもよくて、むしろない方がむしろ良かったんじゃないかなって僕思ったんで、スマップ解散、ありだと思います。はい、そんな感じでね、まあ、スマップの空いた枠にもっと面白い誰かがね、入って、今後のテレビがね、もっともっと面白くなることを僕は願いますわ。はい、そんな感じで、柴田のスマップ解散に、ついて考えることでした。では。